エレメントのアニメーションはバージョン1のリリース時は、グループによる制限もあったりとか、制約が多かったんですけど、バージョンアップが進むにつれて使いやすくなってきています。エレメントによるアニメーションの考え方というのはいくつかあって、まずはじめにそれらを整理しておきます。まず、一番単純なのが、グループ、ごとの、位置スケール回転アニメーションです。そして、パーティクルリプリケーター、またはマルチオブジェクトによる、こういった一つのオブジェクトをばらしたりとか、一つのオブジェクトを複製したり、といった形で、動かす考え方が、二つ目のものになります。そして AUX、これが、バージョン2から、搭載されているものなんですが、特定のパーツのみを、外部、参照してですね、個別に動かす。この例で言うと、全体のグループ、この全体のオブジェクトは左に移動してるんですが、その中のいくつかのパーツは AUX によって個別に動きが制御されています。そして、4つ目がアニメーションエンジンによるグループ状態の遷移のアニメーション。文字で見るとちょっとわかりにくいんですけども、グループという機能を使って、この決まった状態のグループ、そして、この縮小した状態のグループという2つのグループを作って、その間を遷移させることでアニメーションするという考え方です。このような、テキストアニメーションなどの、アニメーションを作ることができます。そして5つ目が、ジオメトリーそのものを動かしたい場合ですね、OBJ シーケンスまたは C4D ファイルを、使って動かします。OBJ シーケンスでは他の 3D ソフトで作成した、ボーンや毛布などのアニメーションをエレメント内で動かしたいときに使えます。OBJ シーケンスは、最初に、あったように1フレームごとに OBJ を作成するというものなんですが、きちんと作成されたようなフォーマットではないので、テクスチャリングなどで、きちんとフレーム間の層がないように、気をつけないといけません。また、バージョン2では、C4D のアニメーションデータを読み込めるようになりました。この例で言うと、こういったダイナミクスのアニメーションを、特にベイクといった作業をシネマ 4D の方で、することなくエレメントの方に持ってきています。これ自体はダイナミクスのアニメーションそのまんまですね、シミュレーションの状態です。エレメントに持ってくるには、ちょっと一工夫が必要で、環境設定から、ファイルの、設定ですね、これをですね、ポリゴンをメランジに保存というのと、このチェックを入れて、アニメーションを、メランジに保存というチェックを入れる必要があります。このチェックは、他ソフトの互換性を保つために、プロシージャルなデータとは別にですね、ポリゴンとアニメーションを保存するといったもので、これをオンにしないとエレメントの方で正しく読み込まれないことがあります。ただし、この設定は全ての C4D ファイルの保存に影響してくるので、これをオンにすると C4D ファイルのデータ量が大きくなってしまったりするので、必要な時だけオンにしておく方がいいと思います。これでアニメーションデータをエレメントの方に持ってくることができますが、今説明した通りエレメントはジオメトリのアニメーションには最適化されてないので、ここまで来ると 3D ソフトでやるのか、それともシネマ 4D と A の連携機能であるシネウェアなどを使うのかといったことも検討して判断するのがいいのではないかと思います。さて、これらがアニメーションの手法の大きな分類になるわけですが、ではそれぞれの方法を個別に見ていきたいと思います。まずは、グループによるアニメーションです。これは一番基本的なアニメーションの方法になります。最初にちょっと新セットアップで、適当なオブジェクトを作っておきます。グループ1に今、立方体作りました。パーティクルリプリケーターの中の、ポジションやローテーション、ここですね。ポジション X、Y、Z や、ローテーションの中の X、Y、Z をいじると、こんな感じで、ローテーションさせることができます。そしてスケールはというと、パーティクルリプリケーターの中ではなくて、パーティクルルックの方になります。パーティクルルックのパーティクルサイズで、こういった形でスケールを変更できます。なぜグループが分かれているかというと、パーティクルリプリケーターではグループの全体やスケールを制御できるんですけども、エレメントでは複製してなくても今一つなんですけど、複製してなくても一つのパーティクルと考えるため、個々のパーティクルであるこの四角形のルックを変更するのはパーティクルルックの中というわけですね。このあたりはパーティクルリプリケーターを理解できると分かりやすいかと思います。
なんですが、この分かりやすさをですね、改善するためにエレメントでは、グループヌルという機能があって、グループヌルを使うと、位置スケール回転のアニメーションをヌルレイヤーと連動できるようになるので、この種の簡単なアニメーションをしたいときは、グループヌルを使用するのがいいかと思います。グループヌルはグループユーティリティーズの中の、クリエイトグループヌルのクリエイトを押すと、作成できます。これを押すと、このようにグループ1ヌルというヌルレイヤーが作成されて、パラメータ見てみると、こんな感じで赤くなってるのがわかりますね。これはエクスプレッションが記述されて、このグループ1ヌルと数値が連動するというような設定を勝手にしてくれるようなものになってます。なので、あとはこのグループ1ヌルというヌルレイヤーを動かすだけで、パーティクルを簡単に制御することができるようになります。なので、簡単なこういった位置回転スケールのアニメーションをさせたいときは、グループヌルを使用するのが一番簡単ではないかと思います。ヌルレイヤーなので、数値、による管理とか、他の 3D レイヤー、3D ソフトからインポートしたカメラとの連動などが、しやすくなるんですけども、仕組みとしてはそのエクスプレッションなので、逆に言えば、エフェクトを複製した時、とか、ヌルレイヤーをコピペしたりとか、エクスプレッションが外れるような、操作をしてしまうと、エクスプレッションのエラーが出てしまう可能性があるので、そこは、気をつけてください。きちんと手順を踏んで解除したいときは、アンリンクまたはデリート。デリートで削除。アンリンクは、このエクスプレッションを解除ですね。できるので、グループ1ヌル、を、消しても、まあ、元通りというわけです。一旦リセットして、続いて、パーティクルリプリケーターによるアニメーションです。最初に、また何かオブジェクトを作って、じゃあトーラスを作ります。で今、トーラスができましたが、エレメントではパーティクルリプリケーターというパーティクルシステムが、搭載されています。これはシネマ 4D のモーグラフのクローナーのようにオブジェクトを複製して配置できる機能なんですが、今グループ1にこのトーラスを作って、グループ1の中のパーティクルリプリケーター、まずパーティクルリプリケーターシェイプというのを、スフィア球状に変更して、パーティクルカウント複製数を30、するとちょっとデカすぎるので、この個々の大きさであるパーティクルルックの方の、サイズを小さくしてあげる。そして、この今複製しているスフィアのサイズ、を変更するのが、こちらのスケールシェイプ、シェイプスケールの方になります。これを上げるとこんな感じで半径を、広げることができます。こういった形で今球状に30個トーラスが複製されました。こういった形でオブジェクトを複製できるのがパーティクルリプリケーターです。例えばこれをグリッドにすれば、3D グリッドにすればグリッド状に配置されるし、プレーンにすれば平面状に配置されるし、リングにすればリング状に、ちょっと見えないですね。リング状に複製することもできます。さらに、3D オブジェクト、あるオブジェクトの形状に複製したいときは、この 3D オブジェクトを使うことができます。これを有効にするには、新セットアップ画面の方で、まず、複製したい形状のオブジェクト。ちょっとわかりやすい、例えばこの辺の石とかを読み込んでみますね。まあ、石を読み込んで、このグループ番号を設定すると、この一番右、この小さなアイコンなんですが、これをクリックしてリング状のものにすると、3D オブジェクトの参照オブジェクトという指定になります。そして今、その連動している対象のグループが1というわけですね。これで OK を押してあげると、今、シェイプのスケールが小さいので、シェイプスケールを上げて、ちょっとポリゴン数が多いので、かなりごちゃっとしちゃってますが、先ほど 3D オブジェクトに指定したオブジェクトの形状にこのトーラスが複製されているのがわかりますね。で、今、ポリゴンに対してどれぐらい複製するかというのが、この3D オブジェクトパーセンテージというもので 10% になっているんですが、数が多いなと思うので、これを3にすれば、ポリゴンに対して 3% まで減らして複製するというようなことができるようになっています。その他、パーティキュラーやフォームのレイヤーエミッターなどのように、特定のレイヤーを参照して複製したい場合は、このレイヤーを設定します。で、カスタムレイヤーのこのなしとなっている中を参照したいレイヤーを指定してあげます。さらにそれを 3D のグリッド上に作りたい場合は、レイヤーグリッドを設定してあげれば、グリッドに対してレイヤーの形状に複製するというようなこともできるようになっています。
そして、シェイプオプションズなんですけども、これは複製の方法を制御するようなものになります。ちょっと今分かりづらいので、これをリングに戻して、トーラスを、3色にちょっと複製したいと思います。今どれも真っ白なので、じゃあ、1個目はこれ。2個目が、これ。3つ目は、じゃあこれ。というふうに今、グループ1に、3つの、トーラスを複製したんですけども、この状態で、リング上に配置すると、ちょっと数が多いかな。こんな感じで今、パーティクルオーダー、がランダムになっているので、リング上にランダムに配置されています。これを、フォワードまたはバックワーズにすると、順番に、この色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 という感じで順番に複製していくようになります。そして、パーティクルリピートを設定すると、2個1個の単位として、考えるので、この色が2個、2個、2個という感じで順番にしたりとか、ランダムでも2個ずつランダムに配置する、というようなことができるようになります。そして、パーティクルオフセットはそれを1個1個こういうふうにずらすことができるようになっています。そして上に戻ってローテーションの中を見ると、この XYZ のローテーションはこのグループ全体の回転ですね。そして、リプリケーターエフェクトの中の、スキャッターは、チリチリになる動き、というのを制御できるようになっています。スキャッターを上げるとこんな感じでそれぞれが、まあバラバラになっていくと。そしてそれをさらに、ポジションノイズという形で、うねらせたい場合、動かしたい場合は、このポジションノイズというのを使います。ノイズアマウントを上げて、ノイズエボリューションを上げると、こんな感じで、個別にうねうねした動きというのを作れるようになっています。その他、先ほど 3D オブジェクトを指定したときに使えるものなんですけども、サーフェイスオフセットというものを使うと、このシェイプ、複製の基準となっている形状に対して、オフセットを行うことができるようになるので、例えば何かオブジェクトがあって、その表面上に配置したいといったときに、ちょっとオフセットをさせる、サーフェイスオフセットを使って、その表面上にちょうど端っこが来るように調整するというようなことができるようになります。でグループ全体の、回転やサイズなどは、いじれたんですけども、個々のパーティクルの、回転やサイズはというと、先ほどのパーティクルルックの方の、数値になってくるわけですね。ちょっと複製数を30に戻して、パーティクルルックの方を見ると、まずパーティクルサイズは、それぞれの個別の、パーティクルのサイズ。それらをランダム化させたい場合は、パーティクルサイズランダムを設定するとこのように動かせます。さらに XYZ それぞれに対してランダム化させたい場合は、パーティクルサイズ XYZ で、それぞれを、サイズ変更することもできます。そしてパーティクルローテーションが、回転になるんですけども、例えばこの X ローテーションパーティクルを回転させて、まあ、全体を、同じ数だけ回転させるようなものですね。こういった形で、全部が外方向に向くように、設定することができます。シェイプのサイズ調整して、まあ、Y の回転、今、リングなんでちょっとわかりにくいですが、あと Z の回転といった形で、回転させることができます。それらを、まあ、ランダムで回転させたい場合は、このローテーションランダムですね。これを上げると、このようにバラバラに、リングが回転していきます。そして、オリエンテーションは、それぞれのパーティクルの初期回転位置を制御します。アロングサーフェイスは、今このスフィアの、球状ですね、面の向きを、向くようになってます。3D オブジェクトとかでも、まあ、アロングサーフェイスだと、その面の向きを向くようになるわけですね。その他、フィクスドにすると、すべて同じ角度、まあ、初期位置の回転の、位置になります。その他、フェイスカメラにすると、常にカメラを向くような位置ですね。もちろん、それぞれに対して、この90度曲げたりとか、オフセットすることはできます。まあ、さらに、こういった形でランダムになるのはいいんですけども、このように微妙なランダムではなくて、90度を最小単位としてランダムに動かしたい場合などもあると思います。そういった時は、ランダマイズアングルというものを使います。これを、例えば90度に設定してあげると、
こんな感じで、確かにそれぞれはランダムに回転するんですけども、最小のランダム角度な単位が90度になっているので、その間の角度にランダムでならないというふうに配置することができるようになっています。まあ、例えば人工物とかですね、メトロポリタンというモデルパック、ビル群を生成するモデルパックがあるんですけども、それらを回転させたいとき、90度ごとに回転させないとちょっとやっぱりビルとしてはおかしくなってしまうので、このランダマイズアングルを90度で回転させることで、よりランダム感を増しつつ、まあ、綺麗にランダム化するというようなことができるようになっています。このローテーションノイズを使うと、先ほどのポジションノイズと同じように、まあ、うねらせるようなノイズで回転させるようなこともできるようになっています。さらにこの辺のランダム感にですね、納得いかなければランダムシードをいじってあげてください。エレメントでは、どうしても、バグのような動作ですね、1フレームだけイレギュラーなフレームが入ったりすることもあります。オブジェクトの位置がおかしくなったりとか、テクスチャーが壊れたりとかですね、そういった場合に AE がキャッシュを作ってしまうと面倒なことになるので、このランダムシードをいじることで、まあ、キャッシュをクリアして対応するというようなことも、あるかもしれません。また、この派生としてマルチオブジェクトによるアニメーションがあります。パーティクルリプリケーターでは、エレメントに読み込まれた一つのオブジェクトを最小単位として複製していましたが、マルチオブジェクトを使うと、一つのオブジェクト、この場合時計ですね、を、さらにバラバラに分解してアニメーションさせるというようなことができるようになります。このように時計が分解されて広がるようなアニメーションや、すでに割られた状態のオブジェクトを呼び込んで、飛び散らせるといったアニメーションを行うことができます。マルチオブジェクトを有効にするには、このチェックボックスですね、パーティクルルックの中のマルチオブジェクトのチェックボックスをオンにします。すると、こんな感じで、ずらずらとパラメーターが出てきます。基本的には今までパーティクルルックなどで出てきた、パラメーターと一緒ですね。サイズや回転を制御したり、ディスプレイスで位置をランダム化させたり、試しにやってみると、こんな感じで、バラバラに分解されていったりとか、スキャッターを使って、スキャッターの Y を使って、こういうふうにですね、Y 方向のみにバラバラにしていったりと、そういったアニメーションを、つけていくことができるようになっています。また、このマルチオブジェクトはテキストアニメーションにも使えます。テキストレジャーを 3D 化するとエレメントでは一つのオブジェクトとなってしまうので、一文字ずつ回転するといった制御ができないわけですね。そういう時にマルチオブジェクトをオンにすると、繋がってないポリゴンがそれぞれ独立するようになるので、3D のテキストアニメーションがエレメントでできるというわけです。そして3つ目のアニメーション手法が AUX による特定オブジェクトの位置スケール回転アニメーションになります。バージョン1まではそれぞれのグループというのは一括でしか、位置とかスケールとかのアニメーションを制御できなかったんでですね、今回、各グループごとに10個まで AUX という形で、そういったアニメーションを独立して動かせるようになりました。それによって、このようにですね、グループ全体を動かしながら、個別のパーツを、独立して動かすというようなことができるようになっています。ではちょっとそのやり方を見てみます。今、このシーンは、グループヌルでですね、全体のポジションを今移動して、こういった感じで作ってます。じゃあ、この個別のオブジェクトを独立して動かしたい場合、なんですけども、AUX の設定をしてあげる必要があります。今、モデル自体はこういう風になっていて、それぞれパーツ1とパーツ2、という感じで分かれてるんですけども、まあ、このパーツ、1とか2を、こういう風に独立して動かしたいわけですね。そういった時に、このオブジェクトを選択して、このエディットの中から、これですね。オグジャリティアニメーションっていうのがあるんですけども、これは略して AUX です。AUX チャンネルが、標準だとなしになっているものを、それぞれチャンネル2、パーツ1をチャンネル1というふうに設定してあげると、この AUX チャンネルの中に、1から10まで、すでにパラメータが用意されていて、この1を開くと、1、回転、スケール、といった形で、あと、ま、UV のオフセットとかですね、フォースオパシティとか、透明度の矯正ですね、とかを、設定するようにできるようになってます。じゃあ、このポジションをいじると、この AUX1 で指定されたオブジェクトが個別に動かせるというわけですね。
ただ、グループ全体の AH というのは、グループヌルで今制御されているので、こんな感じでずらしたまま、動かすことができるようになっています。今、この状態ではローテーションにすでにキーフレームが打たれているので、こういった形で今、グループ1と、AX1 と AX2 に設定した、オブジェクトが動いています。こういった形で、全体のグループを動かしつつ、個別のパーツのみを動かすっていうのを AUX チャンネルによって、バージョン2では、できるようになりました。そして4つ目はアニメーションエンジンによるアニメーションです。これは2つのグループに属する、オブジェクトを、オブジェクトの状態を遷移させるというもので、このようなテキストのアニメーションがわかりやすいかなと思います。で、実際に手順を追って、作っています。まずは、テキストレイヤーをこういう感じで、作りまして、このテキストレイヤーをエレメントのカスタムレイヤーズのカスタムテキスト&マスクスの、レイヤーとして設定します。そして新セットアップの方に移って、このエクストルード押し出しというボタンを押すと、先ほど設定されたレイヤーの形に従ってモデルが押し出されます。こんな感じで今押し出されてますね。ちょっと背景と一緒になっちゃってるので、グループ1の方に移動します。こんな感じで、形、テキストや、シェイプを、マスクを使ってですね、押し出すことができるようになってます。エレメントにはベベルという機能が使って、このベベルのエディットから、ベベルをクリックすると、この押し出しの量や、押し出しの量、エクストルードが押し出しの量ですね、エッジの拡張とか、ベベルのサイズ、そしてベベルの形状、この、カーブというのを使って、ベベルの形状などを設定することができます。で、日本語を使う場合の、注意点なんですけども、日本語はどうしても、パスの数が多くなってしまうので、細かい部分でトゲが出てきてしまう、形状に、変な形状になってしまうことがあるんですね。そういった時に、活用できるのが、このスパイクフィルター、スパイクトゲなんですけども、細かいところがあるとトゲが出てきてしまうことがある。このトゲを、軽減するのが、このスパイクフィルターです。なので、日本語フォントを押し出した時に、そういったものが出てきてしまった時は、このパラメータをちょっと調整してみてください。さて、ベベルは複数組み合わせることができて、その数はこのモデルの方の、ベベルコピーズから、設定できます。例えばこれを3にすると、ここにベベルが増えまして、ベベル1、2、3という感じで増えました。なので、個別に、このベベルの形状を、また作ったりとか、Z オフセットを使って、前後に移動させたりとか、そういった形で、オリジナルのベベルを作っていきます。まあ、1から、作るほか、ベベルプリセットというのがあって、このプリセットの中のここにあるんですけども、これを設定してあげることで、こんな感じで、すでに設定されている、ベベルを、プリセットとして適用して、使うことができるようになっています。もちろん後で、パラメータ変更させることもできますし、マテリアルを個別に変えたければ、このベベルに対してマテリアルを設定してあげることで、オリジナルのベベルを作ることができるようになっています。それでは、テキストが、作れたので、これで一旦 OK を押します。そうすると、こんな感じで、モデルが読み込まれてますね。今、すでにちょっとパラメータが適用されているので、大きな感じになっちゃってますが、まあ、ちょっと大きさを調整しまして、はい。今、グループ1にこのテキストが、設定されている状態ですね。じゃあ、このテキストをグループ2にも属するようにします。もう一度新セットアップの方に行きまして、この数値をシフトをしながら2をクリックすると1と2両方が光ってですね。で、見た目は今変わらないんですけども、このテキストのオブジェクトがグループ1と2に両方に属しているので、完全に今重なった状態で、テキストのオブジェクトが存在しているわけです。なので、グループ2を試しにこうずらしてみると、こんな感じで、2つの、同じオブジェクトがあるのがわかりますね。じゃあ、この状態で、アニメーションエンジンをオンにしています。アニメーションエンジン、有効というのをチェック入れて、そうすると一つになりました。これはどういうことかというと、スタートグループに、今グループ2が、フィニッシュグループにグループ1が設定された状態で、アニメーションは 100% になっています。つまり、アニメーション終わった状態ですね。なので、フィニッシュグループであるグループ1の状態に今なっているというわけです。
この数値を変えてみるとこんな感じで、どん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 戻っていって0の状態でグループ2の状態になるわけです。この、アニメーションエンジンというのは、そのグループ1の状態とグループ2の状態を補完して、アニメーションさせるということなので、このアニメーションを変えると、その間の動きが補完されて、最終的に、フィニッシュグループの状態になるというのがわかると思います。デフォルトでは、左から右に流れるようにトランジションするような動きになっているんですけれども、こんな感じで左から右に順番に、グループの状態が遷移されるようになっています。この、方向に関してはディレクショナルオプションズというのから、方向を設定することができるようになっています。あとはいかにしてこの2つの状態を補完するかというようなパラメータになっていて、ease のタイプを設定したりとか、smoothness で、間の、緩やかに補完していくか、それとも急激に変わっていくかというような設定を変えることができるようになっています。そして、最後が OBJ シーケンスまたは C4D ファイルを、読み込んでアニメーションさせる手法なんですけども、OBJ シーケンスは、プラグインなどを入れる必要があるので、ここでは V2 から搭載されている C4D ファイルを読み込む方法を、ご紹介します。といっても、先ほど、お話しした通りで、まあ、こういった Cinema4D のアニメーションを作成してるんですが、まあ、これは完全にダイナミクスでシミュレーションを行っているので、クローナーの数を、例えば、まあ、ちょっと数を増やしたりとか、こう広げたりとか、まあ、リアルタイムで反映されるような状態になってるわけですね。で、この状態で C4D ファイルを保存するわけなんですが、唯一気をつけなきゃいけないのは環境設定の、ファイルのメニューにあるところで、メランジの多角形を保存と、メランジ用のアニメーションを保存というチェックボックスを、有効にしてあげる必要があります。これで、各フレームごと間違いがないように互換性を維持した状態で保存されるわけです。なんですが、Cinema4D の、インポート、エレメントにおける Cinema4D のインポートは、やはり、完璧とは言えません。プリミティブとかは編集可能にしておいたりとか、デフォーマーとか、プロシージャルな処理をするものは可能な限り固めておいた方がいいかなと思います。また V2 ではテクスチャーも基本的にインポートできるようになりました。このシーンの場合特にテクスチャーを設定してあげる必要はないんですけども、この床の方は後で消したいなと思ったので、フロアというマテリアルと、まあデフォルトのマテリアルを2つ設定して、消したい方はフロアに設定してます。まあなぜかというと、エレメントで、Cinema4D ファイルを読み込んだ時に、設定されているテクスチャーをもとにパーツが分割されるんですね。なので、ここでは床と、このクローナーがちゃんと分割されるように、2つのマテリアルを設定してます。それでは、C4D ファイル保存したので、これをエレメントの方で、読み込んでみます。エレメントの、エフェクトを適用して、新セットアップのインポートから、先ほどの C4D ファイルを読み込みます。そうすると、この一番下ですね、ロードアニメーションっていうのが、新しくアニメーションを読み込むという設定になってます。で、これで OK を押して、今、こんな感じで新ファイルが読み込まれてますね。で、開いてみると、やっぱり、フロアとマテリアルでちゃんと分かれてるのがわかります。なので、ここでチェックボックスを外してあげれば、フロア消えるし、まあ、個別に設定できるというわけです。じゃあまあ、適当にちょっとマテリアルを設定してあげて、そうですね。何か。まあ、こんな感じでちょっと床と、キューブの方も、なんか適当なマテリアルを設定してあげます。ちょっと UV のリピートを上げておきますね。で、OK を押すと、こんな感じでシーンに、読み込まれるんですが、この状態で再生してみると、ちゃんとアニメーションがこう読み込まれてますね。今、ループになってるんで、何度も何度も繰り返しちゃってますが、ちょっと短めに区切って、で、カメラがちょっと下の方にあるんで、ちょっと引いて、まあ、こんな感じで、読み込むことができるのが、バージョン2からの C4D ファイルのアニメーション読み込みになってます。
棒によるキャラクターアニメーションは、おそらく C4D では、読み込めません。その場合は OBJ シーケンスを使ってみてください。さて、このアニメーションの設定なんですが、簡単にですが、いくつかパラメータがあります。パーティクルルックの方のベイクドアニメーションのこの項目ですね。この項目でいくつか設定できます。今、さっきループしてたんですけども、その設定は、このループというところだったりとか、フリーズアットエンドで、最後のフレームで、ぴったりもう終わり停止するというような設定になっています。また、ベイクドアニメーション、のものを、複製させる、パーティクルリプリケーターで複製させるということもできるようになっていて、その中で、ランダムにフレームオフセット変更する。例えばなんか、キャラクターが動いてるんだけど、そのキャラクターを複製したときに、ランダムにまあ動いててほしい。全部同じフレームで同じ動きだと、おかしいというときに、このオフセットランダム、フレームオフセットランダムというのを設定してあげることで、それぞれが独立してランダムのところから、ループさせるというようなことが、できるようになっています。以上がエレメントにおけるアニメーションの考え方になります。この後のチャプターでは、エレメントの品質において重要な要素であるレンダリング設定、レンダーセッティングスについてご紹介していきたいと思います。